各種で出来上がったプリンセスメーカー世界初の、美少女育成ゲーム女の子が可愛いと。バリエーションがあるんだけども赤井くんがですねやってたのがアニメーションの手法映画の手法を作ろうと。何でかって何かっていうと育ってる娘の評判を町の人に聞いていくというシステムというのを使うと。つまりよく町の人の話を聞くっていうのはゲームの中で労働にしかならなくてすごい面倒くさいんだけど、それを自分が育てた娘の評判を聞いてそれによってですね自分の娘が今どのポジションにいるのかと、いわゆるレベルっていうのは数値で表されるというよりは町の人の噂でだん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 、あ、うちの娘もっとこのなんだろうなお行儀よくしなきゃいけないなとか、もしくは作法を教えなきゃいけないな、逆にもっと元気に運動させないとなんかだんだん体があんまり動かないから評判悪いなっていう風な、そういう評判をいろいろ聞いていくんですね。で、家の中で教える他にバイトもさせると。ただし、あまりにバイトさせると、だんだん世間ずれしてきて上品さが失ってくると。で、上品なバイトもあるはあるんだけど、1ヶ月に1回か2回しかできなくて割が悪いとかですね、いろんなこう、条件を繰り出しながら、女の子をですね、育っていくゲームなんですね。で、こういうふうにですね、周りの人の評判を聞くっていうのは、これもまあ、赤井くんが発見したことなんですけども、自分が思い込めて育ってるです娘っていうのは他の人から褒められたらめちゃくちゃ嬉しいと。とにかくゲームの中でですね我が娘が褒められることがこんなに嬉しいっていうのがですねここ出てくるんですね。でちょうどこのゲームが作ってた時っていうのが僕自身に娘が生まれて、この自分が娘を持つという感覚そのものをゲームにできないのかっていうのが、まあ、このゲームの作っている動機の一つだったんで、これ僕はなんか自分の娘がまだ0歳とか1歳ぐらいの時にこれを先回りしてこう味わえるゲームとして面白かったんですけどもですね。